こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立はひき肉入りきんぴらです。今回教えてくださるのはアナンさんです。よろしくお願いいたします。そして器はこちらです。阿蘇市乙姫にあります工房花さんの作品を貸していただきました。工房花さんは11月2日から11月6日まで天草市民センター体育館で開かれる第14回天草大陶磁器展に出品されるそうです。お近くの方はぜひ行ってみてください。ではアナウンさん、今日はきんぴら、はい、ということですか。そう、普通はもうお肉なしのきんぴらを普通作るんですけども、そうですね、はい、今日は鶏の胸肉のひき肉を使って、はい、ちょっときんぴらを作っていきたいと思っています。はい、じゃあ早速、はい、まず初めに、はい、ごぼうを削いでいきたいと思います。はい、大きければ中にちょっと切れ目を入れて削いでいただけるといいと思いますけど、はい、次に切るのは人参を入れていきます。はい、今日は輪切りで千切りにしていきます。はい、お肉が入ることできんぴらってどうしてもこう副菜みたいな感じがしますけど、そうですね、はい、十分なおかずに、ね、はい、なりますよね、なると思いますね。うん、はい、まずごま油で入れます。ごぼうを炒めます。はい、でひき肉を入れます。はい、まあ、ほぐしながらですね、うんうん、パラパラになったところであと人参とピーマンを入れていきます。はい、今回お肉は胸肉、うん、はい、胸肉の人参、はい、これはやっぱりよりこうヘルシーな、そうですね、はい、好みで他のお肉でも、はい、うんうんうん、大丈夫ですね。はい、はい、切り終わりました。そしてこれから味付け、はい、そうですね、はい、砂糖、はい、こうお酢をかけて、お酒、はい、お酒、あ、なんかいい色になってきましたね。そうですね、はい、ピーマンの緑も鮮やかで美味しそうです。高菜爪を入れておきます。はい、やっぱりね、このピリッとがないと ね、物足りない感じがしますもんね。そうですね、これ新米に合うでしょうね。そうです ね、多分食欲をそそると思います。美味しそう、見えましたね。うん、はい、じゃあ盛り付けに、はい、火を止めます。はい、仕上げにちょっと指でひねったら香りが出ますね。うん、こひねりごま、あ、そうですね、なるほど。お料理名お願いします。ひき肉入りきんぴらです。はい、どうぞ召し上がってください。出来上がりました。なんですが、いっぱいお料理を作っていただきました。じゃあ今からいただきます。いただきます。あ、うん、大丈夫、うん、お肉が入るといいですね。ちょっとワンランクアップというか、あ、おいしい。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市乙姫にある工房花さんの器を使用しています。工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に暮らしの中で使える器を作っています。